お元気ですか、僕趣味です。今日は久しぶりのね、焼きそば弁当シリーズ第16弾北見焼肉味をね、食べていきたいと思います。こちらね、あのロコソラーネさんがね、監修をした、焼きそば弁当でございます。早速ね、お湯を入れて3分待ちたいと思います。はい、3分経ちましたのでね、食べていきたいと思います。まずね、食べる前にですね、こちらね、火薬はね、あの中に入れました。で、特製ソースにこれね、ふりかけとね、これ中華スープの素なんですけどね、中華スープの素はね、こちらに入れておきました。で、これね、あの湯切り口っていうのがありましてですね、これまず、取ってからですね、このね、あのお湯に入れるんですよね。前にね、これがね、あの湯気がね、あのちょっとね、画面がね、曇ってしまったというハプニングがあったんですけどね、今回はね、あの大丈夫だったですね。これしっかりこうやってね、あの湯気をね、あの切った方がね、すごくこれで美味しいですからね。で、これを取りまして、取る前にですね、ちょっとこのね、ネギとかのね、あの取りますけどね、今回はこれ焼肉味なんでね、まあお肉の方もね、入っておりますけどね、これ取ってですね、これまずね、これまだこれもったいないですからね、取りましてですね、こうこれ取りまして、まずこのね、まずこちらの液体ソースですね、はい、これをまずね、切ります。ちょっとね、通常よりもね、ちょっとね、透明かかっててちょっとドロッとしてますね。で、で、まだですよ、ちょっとね、かき混ぜたいと思います。こうね、急にちょっと思い出しましたけどね、こう混ぜまして、あ、ちょっと曇ってしまいましたね。ちょっとごめんなさいね、これね。ちょっとね、今画面ね、拭きます。ね、大変失礼立ちました。ちょっとね、こういうね、落とし穴ってものがね、ありますよね、はい。で、こう閉じましてですね、でこちら、ふりかけですね、ふりかけをですね、ちょっと行儀悪いですから、ちょっと置きましょうね、前ね、これをね、切りましてですね、こう、切ります。ちょっとこれ、白ごまとね、あれかな、こしょうかな、で、入っております。で、これをね、食べてですね、ちょっとで混ぜてね、だいたいムラがないようにね、かき混ぜて、ちょっとまたね、ちょっと曇ってしまいましたけどね、ね、まあ、こんな感じですよね。で、こんな感じでしょうかね。ではね、いただきたいと思います。久しぶりのね、この焼きそば弁当動画ですからね、どういう味なのかね、期待してください。いただきます。やっぱりなんていうか、もう一回食べてみますね、これね。焼肉のね、タレがね、なんていうか、絡み合った味がしますね。まあ言うならね、焼肉ありますよね。焼肉焼いて、その残った時に、うどんでもいいですよ。うどんをね、なんか乗っけてね、なんか焼きうどんにしたようなね、感じなのでしょうかね。
そういうね、味がしますね、これね。はい。うん、でね、これが大体あの、北見風のね、焼肉なんでしょうかね。うん。私、あの、北見で、ね、一回も行ったことがないんですよ。実は、北海道なのにですね。うん。で、もうちょっとだけ食べますね。やっぱりこれね、なんか焼肉のね、なんか味っていうか、タレで味がしますね。うん。で、スープもいただきます。うん。まあ、スープはね、変わんないです。で、これですね、あの、ちなみにね、前にもさっき言いましたけどね、あの、カーリングでおなじみのね、ロコ・ソラーレさんがね、あの、監修したというね、あの焼きそば弁当のね、北見焼肉味でございます。もしよかったらですね、ご購入してはいかがでしょうか。でね、次回もですね、焼きそば弁当シリーズやります。で、今回はですね、次回はですね、こちらですね、焼きそば弁当第17弾、シーフード味のね、こちらをね、試食動画としてやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。